はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、前回に引き続きアーキキャドの動画を撮っていきたいと思います。で、アーキャド何を撮るかと言いますと、今回は、まあ、通り新ツールの説明をした時と少し似ているんですが、グリッドです。グリッドの説明をしていきたいと思います。まずグリッドって何者なんかと言いますとね、表示から、まあ、組み立てグリッド表示っていうのがありますんで、それをクリックしていただくと、デフォルトの設定でこういうのがあります。まあ、これね、全部1000ピッチで、なってるんですよ。S を押したら、このグリッドにね、全部こうやって、黒点あるじゃないですか。このグリッドにしか、合わせてくれないようになるんですよ。まあ、これってまあ、良くも悪くもあると思うんですが、これはもう、グリッドに合わせたいときは、S を押して黒点で合わす。逆に、もっと細かいところ、ちょっとずらしたところに、配置したいとか。そういう時は S をもう一度押して黒点を使わずにいつも通り配置するっていう使い分けをしていけたらいいのかなと思います。まあ、こんな感じでね、グリッドってめちゃくちゃ便利なんですけど、で、これ1000ピッチですね。基本1000ピッチであります。で、まあ必ずしも絶対1000ピッチとは限らないので、それをどう設定するのかっていうのを説明していきますね。はい、まずこの表示を押してください。表示を押していただくと、このグリッドがここら辺に全部ありますね。で、今さっき押したのがここです。組み立てグリッド表示ですね。で、ここです。グリッド編集中の平面オプションっていうのを押しまして、グリッドと背景を押してください。こちらですね。今、はい、見てください。ここ、シュグリッドってありますけど、1000ピッチで1ステップ、1個ずつ、1個ずつ、1個ずつっていうのが、ここに全部設定されてあります。で、逆に補助グリッドって何なのかと言いますと、まあ、これも間隔ステップっていうのがありますよね。で、まず間隔、まあ、今1000なんで、一旦500にしましょうか。にしますと、まだ何も変わんないんですよね。今はとりあえず1000ピッチで行われてます。なぜかと言いますと、ステップが0だからです。で、このステップを1にしますと、はい、1にしますと、1000ピッチごとに100ピッチ、500ピッチが来るという。1500、1500、下も1500、1500。といったように表示されるわけです。これはステップの特性と言いますか。じゃあ逆にステップを2にしたらどうなの ?2 にした場合ですね。はい、こんな感じで2ステップ線が来ます。で、その後に500が来ます。2ステップ線が来て、その下に500が来ます。なんとなくこれで法則わかりますよね。こんな感じでね、自分の、まあ、図面がどういうものなのかっていうのをしっかり頭に入っていると言いますか、もう決まっていましたら、ここで最初に1500とか、まあ9等455でもいいですし、自分の作品に合った感覚をここに入力していただいて、感覚とステップをですね、入力していただいたらいいのかなと思います。で、もう一つですね、ここグリッド回転ってありますけど、もちろんこの東西南北、これに沿ったグリッドが全ていいわけじゃないと言いますか。まあ皆さんの作品が必ずしもそうとは限らないですよね。例えば45度傾いてるとしましたら、ここをもうクリックするだけでですね、見てください。45度綺麗に傾きます。はい。まあこれもちろんこうやってスナップしてくれます、黒点が。ね。もう好きなように。はい。これもすごい便利だと思う。多分これも見てくださったらわかると思います。これね、もう通り芯とうまいこと組み合わせたらね、メインの通り芯だけパパッと引きまして、その他の細かなところも、まあ、こういうグリッドみたいな欲しいよっていう時に、もうこれを設定してあげると、通り芯とは別にですね、綺麗にスナップして引きやすい、図面を引きやすい、効率的な図面の引き方をできるのかなと思います。やった！まあ、今回は、まあ、こんな感じでね、このグリッドの説明だけをしていったんですけど、このグリッド使いこなすとね、もうすんごい便利なんで、便利というかもう効率がもう段違いですね。これを使ってやるのとやらないとでも全然違うので、ぜひこれを使いこなしていいアーキキャドライフを過ごしてください。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。